皆さんおはようございます。白尾です。今日は UCC の方からコーヒーのマシンが届きました。これを開けてみたいと思います。これ取説です。取説読まない人なんですけど、ちゃんと読まないとですね。おお、なんか素敵な感じですね。かっこいい。これは何だろう。ドリップポット。どっから開けるの？ここからか。お、すごい、見て、こんなに入ってます。カプセルがこんなに。ブルーマウンテンブレンド、炭焼きコーヒーとかカフェインレスコーヒーとか、ハワイ粉ブレンド、ハワイの粉のコーヒーですね。モカとキリマンジャロ、グアテマラとコロンビア。もうすっごい、アイスコーヒーもありますね。アールグレイの紅茶もあります。煎茶もある、お茶もあるんですね。で、これは、あ、これが紅茶です。これがアールグレイの紅茶。これもこんな感じ。あ、茶葉が入ってます、ちゃんと。茶葉が。すごいすごい。そして、これは、鑑定士の誇り、リッチブレンドってあります。これはプロのハンドドリップをボタン一つで、ホンジュラスエンドコロンビア。これもカプセルなんですよね。あ、こんな感じ。ほら、落としますね。この抽出マシンは UCC ドリップポットおよび1杯分のレギュラーコーヒー粉専用抽出マシンです。コーヒーのメーカーである UCC から UCC ドリップポット抽出マシンというのが届きました。どんな感じなのか、今日はコーヒーを入れてみたいと思います。マシンはこんな感じです。ちょっとおしゃれな感じですよね。色もね、白の他にいろいろあるようです。こちらの方には水タンクがあります。そしてここにね、ここを押すとこういう風になっていて、ここにカプセルを入れるんですね。で、カプセルはちょっとサンプルで、こんなにたくさんサンプルで送られてきました。いろんなのがあります。何しようかな。今日夜だからカフェインレスにしてみようかな。でもハワイ粉ブレンドもちょっと気になるな。アイスコーヒー用のね、あのカプセルもあります。あとアールグレイ紅茶もありますね。ほうじ茶もありますよ。いや、迷っちゃうな。今日はもう夜なんですけれども、ポンジュラスエンドコロンビアを入れてみたいと思います。ちょっと説明書があるので、これを見ながら、今日初めてなんですね。こっち向けた方がいいかしらね。よいしょっと、ね、まずはカップをセットする。水タンクに水を入れる。あ、これね。よいしょ。水を入れます。 200cc 以上入れますね。ここに入れます。ここにセットします。それから電源ボタンを押す。だからここですね。この電源ボタンを
押しました。スタートが点灯に変わるまで30秒お待ちくださいね。これがポットホルダーっていうものです。これをセットしておきます。そしてカップをセットする、はい、カップをセットします。これ沼田の割れもこさんで作ってもらったカップです。これをセットしますね。表面フィルムを剥がす、これ剥がします。お、すごいいい香りがします。カプセルを取るです。あ、これ取り出さなかったんだ。このカプセルを取り出す、よかった。ギュッてやったら壊れてたとこだったね。これでいいんだ。いやね、本当に。で、カプセルをセットする。これ大丈夫かな、いいのかな。え、ガチャンってならないけどいいのかな。まあいいか。これ全部だと 200cc だから、はい、これで良さそうです。そしたらばスタートボタンを押し抽出を開始。じゃあスタートボタンを押してみます。出てくるかな。出てきました。はい、出来上がりました。はい、こちら渋めな苦味のあるコーヒーですね。これがホンジュラスエンドコロンビアっていうコーヒーですね。いろいろ試せるんですね。これをカフェに置いとこうと思います。でもちろん私がデロンギでね入れるコーヒーもあるし、お客様が自分でねセルフで入れてもいいかなと思ってるんですね。面白いでしょ。で来た時に今日は何しようかなとかね、楽しいじゃないですか。そういう感じでセルフでこれを使っていただこうかなと思ってます。ということで、うまくコーヒーが入れられました。これを明日から、カフェの方に持って行って使っていこうと思います。皆さんぜひカフェの方に来てください。